前の団体さん、ちゃんとこれ回収してくださいよ。片付けてくださいよ。うわ、動いた動いた。え、うわ、死んだと思った。死んでなかった、死んだでしょ、一歩。いや、俺らは不死身だからさ、しかもあの程度の攻撃で俺はやられないぞ。やられない。倒してないってこと、さっきじゃあ。ちょっと待てよ、さまさかあんた、まだ戦う気？だってせっかくローカルヒーロー祭りだぞ。田中相手がこんなにいるのにな。すごい、拍手。まだ頑張れ。拍手ありがとうございます。お、ここで特別ゲストです、エトクさん、ありがとうございました。はい。なんとこちらに、やつるぎさんがやってまいりました。シックスさんですね、やつるぎシックスでお間違いですね。はい、やつるぎさん、からでーす。ありがとう。やつるぎさん、ここには挨拶にしに来てくれたんですか、それとも、ダンスショーしに来てくれたのか、アクションショーしに来てくれたのか。俺と戦いに来たこと。無事ありがとうございます。あ、ダメだ、あかんかった、残念でした。あ、どうもすいません、ありがとうございます。はじめ、上がりました。皆、お二人とは初めましてですよね、きっと。初めましてです。別世界のやつるぎさんと私よく絡んでたんですけど、別世界のやつるぎさんやってるけど、今日来てたけどさ、この新しい新世界のやつるぎさんは初めてなんで、シックスを初めて、やつるぎシックス、10月1日、昨日からですね、千葉テレにて、放送されておりますので、はい、皆さん、引き続き応援どうぞよろしくお願いいたします。ぜひチェックしてください。はい、ありがとうございます。今日レッドステージのやつるぎアクションショーがラストになるんですけど、お時間って覚えてます？お時間が私17時からレッドステージにて、やつるぎと、今年はですね、春サイパーと袋の関関東が、コラボするというショーです。コラボ、はい、楽しみですね。楽しみでございます。もうこの頃にはアリューステージ終わってますので、はい、全員行ってください。全員あちらにレッドステージの方へ。で終わった後ね、いつも通りやつるぎダンスとか、はい、あとなんてなんては今年ないか、あとあれだ、ヒーローオートとか、ね、ヒーローオートの方ね、あとドリーマーでタオル振ったりとかね、で最後まで盛り上がってみましょう。はい、以上、法人やつるぎと天神キサラでした。ありがとうございます。横田さん、何か言った方がいいのあります？大丈夫ですか？何か言った方がいい情報あります？こういうのやってみたいな、やらせてみたいな、やかましいわ。やつるぎさんのこと言われました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。パカねー。わー、びっくりしましたね。定期的にこういうの来てくれると嬉しいですね。はいはい、もう気づいたら猿之助さんいなくなっちゃってますけど、ね。大丈夫、いつの間にかいなくなってますけど。まだ戦うでしょうね、あの人。また戦うんですか？あの人今美味しかったよ、すごい美味しい。タイミング抜群だったよね。気づくのタイミング良かったですね。俺喋ろう、なんか喋るぜって言った瞬間、やつるぎって主役がドーンって言って、もう俺笑っちゃったわ、マジで。悪者はやっぱりヒーローに潰されるんですね。すげえ、残念なおかずだと思った。シナリオ通りですわ。はい。そうそう。あれですよ、そこで握手会のレッスンの方はもう整ってますか？準備 OK ですかね。よろしければもうヒーローさん